速稼塾の久保です。こんばんは。と始めてもう何回になるでしょうかね。速稼塾の久保ですと言い始めて2013年からもう6年以上7年目に入ってますよね。でこの速稼塾です、速稼塾の久保ですという下りから始まることの意味がだいぶ変わってきました。最初はですね、私一人から始めて、一人の生徒さんもいらっしゃらなかった、受講生さんもいらっしゃらなかった、速稼塾生さんもいらっしゃらなかった状態なんで、速稼塾の久保、まさにそれが私自身を示していた部分だと思うんですよ。でもあれからですね、6年以上経って速稼塾に、参加している方1000名以上、そして速稼塾に参加している国、生徒さんのいる国ももう18カ国に広がりました。アメリカでは8つの州からこの放送を見ていただいていることと思います。そうなった時に気がついたのは、私自身も速稼塾の教えを学んでいる、速稼塾からいろんなことを教わっているってことなんですよ。だから私もね、もしかしたら生徒の一人なのかもしれないなと思ってますね。この速稼塾というものの私は親であり、でも今は、ね、子供でもあるのかなと思ってるんですよね。でいきなりなんでこんな話をしたかというと、ずっとね、もう凡事徹底っていうことで始めたこの速稼塾なんですけども、ずっと積み上げて積み上げて積み上げていけば、いつの間にかですね、その積み上げたものが主で、積み上げたこのことをしたものですら10になるってことなんですよ。主と10の関係です。今私は速稼塾という文化とかね、先入観とか形を壊さないように、もっと言ったらですね、速稼塾生さんが速稼塾にいるってことが恥にならないように、それが人生の負債にならないように、慎重にですね運営させていただいているってことかなと思うんですね。その一つが、多くの方がやっぱり自発的に動けない、まさに吉谷さんがね、強制力って言われてましたけども、強制力ってものを持たなければやっぱり結果が出せないってところにあるんですよね。でそれが分かっているのにお金を先にぶんどってしまうっていうのが私のすごくね、長い間の課題だったわけですよね。で今はですね、30年分割っていうのを取り入れたり、頭金ですら交渉次第で、なんとかなりますよと、その交渉するってことがあなたの一番最初のビジネスじゃないですか、これがカリキュラムですよっていうふうな伝え方に変化していって、今に至るわけなんですけども、実際にこういうふうなね、塾費用の分割を運営の方が進めているということとか、あとは請求書をね、もう作らないとかね、どちらかというと皆さんの活動の応援をしていく同志というね、形でやっていきたいなと思ったりね、いろいろと思うことはあったんですけども、それがですね、私が速稼塾から学んだことかなと思うんですよ。ライズアップっていうのがね、ライズアップってお話がありました。ライズアップっていうのは強制力を持ってダイエットをね、成功させるというプログラムがあるんですけども、それにしてもライザップが経営危機っていう状態があって、あれからどうなったか私はね、全く分かりませんけども、ライザップみたいな強制力を持ってしても結局は行動する人は少ないっていうことなのかなと思うんですよね。で実はね、速稼塾の中にもものすごくね、スパルタコースっていうのがあったわけなんですよ。そのスパルタコースでは強制的なカリキュラムの終了とか、破門制度ですよね。破門制度の結構厳しいやつで、このコースに、速稼塾のこのスパルタコースに入って途中で挫折した人間は二度とネットビジネス活動ができなくなるように、妨害するよというふうな脅しまでしたわけなんですよ。結局はそんなことはね、妨害するようなことは全くしてないんですけども、やっぱりね、揺さぶってそれでもいいなら高額な受講料を払って参加してくださいということで、募集したらね、やっぱり、最終的な振り分けに残ったのが6名の方ということでね、6名の方をそのコースに入ってもらって、徹底的にね、1年ちょっとね、やってみたんですけども、稼げないですね。強制力を持ってしてもダメだったと、かなりビシバシ言ったんですけどもね。で、面談をする機会も設けたりとかね、いやダメでしたね。だから強制力でもダメかということですよね。だから私は一番肝心なのは内側から出るもの、本当に自分の人生をリアルに自分が生きているっていう実感をどういうふうに感じていただくかってことなのかなと今思ってますね。はい、今回の動画のまとめなんですけども、何をやってもダメと
外的な要因だと強制力だろうが人参をぶら下げようがなんかねダメだというふうに今のところ感じています。じゃあ何だったらいいのか、それは内側から出るものなんですよね。これをやらないと気が済まないと、それこそどっかのノウハウなんていらないとかね、誰かの外圧なんていらないと、誰とも競争しなくてもいいと、もう内側からとにかく内側からなんか行動力が出てくるよね、そんな精神力ってものが根本には必要なのかなと思っちゃうんですよね、まあ言ってみればね、競争っていうのはこれも外圧なんですよ。他の人に負けたくないから頑張るレベルなんですよ。でもそれは他の人がいなくなるわけですから、勝っていけば勝っていくほど自分が修練を積めば積むほどライバルがいなくなっていって、どんどんモチベーションが落ちるってことにも直結するんですよね。でそう考えるとやっぱり誰かと競争する、誰かに負けたくないっていうのもこれ限界があるんですよね、行動力に。だから誰とも競争していない、どんな罰も待っていない、どんな餌も待っていない、だけども何かに突き動かされて自分は行動してしまうっていうね、そんなことでないと結局は自分の人生にたどり着かないんだろうなと今思うんですよね。まあなんかね、こういうことを言うとね、結構自分にその内側から出るものがないっていうふうなねことで落ち込まれる方もいるかもしれませんけども、今なくても明日は芽生えるかもしれませんので、そういった自分のねまだ見えてない部分を信じていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、もしそういうふうな自分のことが信じられなくなればですね、そういう信じられない人生がこれからも続くということなんではないかなと思いますね。はい、今回ね3本動画を送っていただいて、どれにもタイトルがないというね、しかもなんかすごく短いということで、あっという間にね終わってしまいましたけども、皆さんはどういうふうにこのやり取りお感じでしょうか。このやり取りの中からでも自分なりの意義とか意味とか形っていうのを見出せるようになると相当受信力が高くなってきたかなというところでございますね。では1本目は以上です。